Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night on day. Magic love, it's magic love. Love you now and forever. I'm in love with you.大人の恋愛相談室、パーソナリティの高良博之です。そして恋愛のパーソナルトレーナーをしている妻の高良歌子です。夫婦でお届けいたします。沖縄独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100、200人合コンを2010年から2019年の10年間主催してきました。自主開催セミナーやブログ、小規模合コン30対30、10対10など、縁結びイベントやラジオ番組を通じてこれまで関わってきた沖縄の独身男女は1万人を超えます。ご結婚されたカップルも、ご報告を受けただけでも90組以上、赤ちゃんも30人以上誕生しています。その経験からあることに気がついた私たち夫婦が、沖縄の独身男女の皆様にお役に立ちたいとスタートした番組です。そのあることとは、第一印象で全てが決まるということ。コミュニケーション術を磨く前に、まずは筋肉を鍛え、ボディメイクに力を入れようということです。番組の前半、大人の恋愛相談コーナーでは、どういう独身男女が恋愛を成就させ、結婚し、家庭を円満に築いているのか、また男性と女性のよくあるすれ違い現象を目の当たりにしてきた経験から、独身男女の恋愛の悩みや具体的な解決方法を踏まえお話しさせていただきます。そして後半の筋肉のコーナーでは、筋肉は自信に変わると題し、出会いの場において、語らずしてモテる最強の方法は筋肉をつけることだ、男女ともにボディメイクの重要性を伝えるべく情報をお届けいたします。見た目を磨き、そしてコミュニケーション術も磨けば、きっと一生魅力あふれる人生になることでしょう。ボディメイクの知識と、そして人として魅力をアップさせるようなお役立ち情報をお届けいたします。9時から9時半までの30分間、どうぞお付き合いください。大人の恋愛相談室、この番組は限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、お客様に楽しんでいただけますように、カラオケスナックももこ、 EMC 区の琉球卵、もろみ座とポートリー、友達は宝だ、宝パーティー、株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。マジックラブ、 It's magic love. I wanna be with you every night on day. マジックラブ、それでは大人の恋愛相談コーナーです。はい、マジックラブ沖縄100対100を2010年から2019年の10年間開催して、うん、イベント参加者累計7000人以上、ブログ、セミナーは自主開催セミナーですね、そしてラジオ番組を通してこれまで延べ1万人以上の独身男女と関わってきた経験からお話しさせていただきます。はい、よろしくお願いします。今日は、うん、女性に人気のある男性の性格、おお人気のある男性の性格について、結構ね、私すごく、うん、このイベントとかラジオ、うん、セミナー、うん、個人的なこの独身男女のね、うん、相談を受けて、うん、延べ1万人以上って言ってますけど、うん、もっと増えてると思うんですけどね。そうだよね、うん、
でその中で女性に人気のある性格いっぱいね研究しました。ほう、書籍も読みましたし、ほうほう、やっぱり私脳科学の本も好きなので、うん、中野信子さんとか、うん、結構ね、うん、脳の話書いてる方の話も参考にしながらずっと研究続けてるんですけど、はい、実はこの性格、女性が彼氏にしたいとか、うん、旦那にしたいっていうような性格です、うん、そして娘の彼氏なら親も嬉しいっていう、親からも喜ばれる、先祖も喜ぶ性格先祖からも喜ばれるご先祖様が喜ぶ性格。ほう、そして恋愛だけではなく、はい、選挙に立候補しても勝てる可能性が高まる性格。選挙に立候補しても勝てる、いやこれ聞きたいんじゃない。これはね、本当に知ってた方がいいですよ皆さん、恋愛以外にも、うん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 、あ、そっかってね、うん、納得みたいな。マジか、これはすごいな、はい、いめっちゃ聞きたいこれ、はい、じゃあ答えから言いましょう。はい、結論、女性に人気のある性格は、はい、誠実さです。なるほど、誠実性です。うんうんうん、これってよく皆さん、うん、あのね、真面目な人がいいって言うんですけど、うんうん、真面目な人がモテてるの見たことないですよね、あんまり。あんまモテるっていう感じじゃないよね。なんか真面目な人がいい、浮気しない人がいいとか言って、うんうん、実際真面目な人がいたらなんか真面目すぎて面白くないとか、友達にしか思えないとか、いい人なんだけどなーで終わってしまうっていうのは真面目。これも誠実性の表れではあるんですけど、うん、もうちょっと深掘りしていくと、うん、例えば本当に真面目で頭が固いっていうより、はいはい、この誠実性っていうのは深掘りして、うん、もうちょっとね、皆さんが分かりやすいように言うと、みんなさんがあれなんですよね親切で、あー、なるほどね、安心感を与える、うん、だから真面目すぎて固すぎて大丈夫って思われる人って安心感はないよね。真面目なんだけど、真面目すぎて世渡り下手そうだな、大丈夫かこいつって。ああ、そっちか。真面目って聞いたら普通ね、本当に固くて、なんか本当にいい人みたいな。朝は早くから起きてね、夕方帰ってきたら、うん、ね、寝るみたいな、うん、だからね、これってすごく私もすごく研究いろいろしたんですけど、皆さんに伝わりやすい言い方ってなんだろうってすごい考えた時に、うん、やっぱりね、うん、真面目すぎるっていう人は、うん、いい人止まり、うん、いい人なんだけどねでみんななんか終わるっていう人っていますよね。これ真面目っていうのかな、うん、今度誠実ってなった時に、うんうん、実はチャラ男でも誠実になれるんですよ。なるほど。女性が求めてるのは実はそこで、チャラいように見えて、うん、私には誠実、私には一途なんだそれだからこれは典型的に少女漫画でありますよね。恋愛のドラマ、恋愛の漫画、うん、嫌なやつだけど好きになってしまった、うん、でもそんな彼が私という存在を知って、うん、どんどん私に惹かれていって、私にだけ一途、もう他の女は俺はいいんだ、お前だけなんだみたいなだからそれに弱いんだよね。え、これ誠実性って言うんだ。一応女性からすると自分だけにこう一途っていうものも、女性からすると恋愛に陥りやすいパターン、うん、でもそれは実は男性側から見ると、うん、いやチャラいのにってなるから見抜かれる。で多分ね、娘さんの親は、うんうん、いやちょっとチャラいけど娘を大事にしてくれるならいいのかなって思いつつちょっと心配みたいな、うん、だから、うん、そこもちょっと微妙なラインなんだけど、この誠実性っていうのは、うん、女性はそれを感じた時に恋に落ちやすいっていうところは知っててほしい。なるほど。どんなチャラ男でも、どんな悪そうに見えても自分に優しいとか、自分を安心させてくれるとか、うん、自分に親切とかっていう誠実性を見た時に、うん、あれこの人実はいい人なんじゃないかみたいな感じで、この誠実性に惹かれていくっていうことなるほどはちょっと頭に入れててほしくて、うん、でもちろん一番いいのは、うん、見た目も誠実そう、うんうんうん、で性格も誠実っていうのは、うん、しっかりしてる、例えば、うん、
筋を通してるっていうか、こうちゃんと、うん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 、なんていうのかな、あのずるいことをしないっていう、反対を言うとずるくない、うん、なるほどね、やり方が姑息な技を使わないとか、うん、そういう逆を言えば分かると思うんですけど、うんうんうん、なんかやり方がすごくなんていうのかな、爽やかというか、うんうんうん、そうだね、そういう人はみんなから好かれるし、うんうんうん、だからさっき恋愛だけでもなく、うん、選挙に立候補しても勝てる可能性が高まる性格っていうものは、うんうん、まあ、もちろん恋愛ではないけれども、うん、例えば一般の主婦が、うんうんうん、この地域をこの方に政治任そうって思った時に、うんうんうん、やっぱり誠実性っていうところを見るから、うんうん、だから奥さんに優しいかとか、うん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 、お年寄りに優しいかとか、うんうんうん、本当に親切か、自分の欲にまみれてないかとか、うんうんうん、あとだからスキャンダル、例えば大統領に立候補したアメリカの政治家が浮気してたとか、うん、奥さんいるのにこういう女性問題とかはすごい取り上げられるのは、うん、一瞬で女性の票を失うから、うん、なるほど、このネガティブキャンペーンとか、うんうんうん、女性ってすごくそこを見ているわけ、うーん、なるほどね、うん、だからチャラ男がモテてしまっているのも、うん、私にだけ誠実なのかもしれないっていうのを実は求めてて、うん、もちろん誠実な、でも誠実な人ってさ、ここではチャラくてここでは誠実ってしないから、うん、だから騙されてる可能性多い、口だけ誠実っぽいことを言う人に騙されてる可能性は、うん、少女漫画で育った人とか、うん、ドラマとか恋愛ドラマにどっぷりな人、うん、恋愛体質って言われてる人は、うん、言葉に騙されやすいかな、うん、なるほどね、うん、なのでこの誠実性っていうところを見たときに、うん、ちゃんと本当に誠実なのかっていうのを見抜ける女性は幸せになれる、うん、なるほど、作られた誠実性、口だけの誠実性に騙されちゃった女性は恋愛ですごく泣いてしまうケースがありますっていうのを知っていただいて、本当の誠実性っていうのをしっかり見抜く、口だけじゃなくて行動で見抜く、うん、ね、20代とか10代ではちょっと分かんないかもしれないけど、やっぱりね30代超えてきたら、うん、もう男性にこうされたああされたって泣くんじゃなくて、うん、自分で見抜いていかないといけないよね、もうね30代超えたらさ、大人の恋愛は、うんうん、言葉だけでは何とでも言えるから、うん、そうじゃなくて本当に行動とこの言ったことが伴ってるか、うん、有言実行っていうのが一番いいよね、うんうん、行動だね、そうだね、行動を見て誠実性っていうところをね、うん、お互いね、もちろん女性もね、うん、誠実性っていうところを見ながら人を見抜くというか、うん、人の行動から見抜いて自分の身を守るためにも、うんうん、この人と恋愛していいのか、この人とパートナーになっていいのかとか考えつつ見ていくのもいいと思います、うんうんうん、はい、いやー盛りだくさんでしたな。来週は、はい、男性と女性で行きたいデートの場所ってちょっと違うんですよね。ほう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 、見方が違うので、うんうん、その女性と男性のデートの概念というか、うん、その話をねしていこうかなと思います。なるほど、なるほどね、視点の違いか。男性と女性がなぜデートでの、うん、なんか喜び方が違うかとか、だんだん付き合って長くなると女性は、なんか最近何もしてくれない、マンネリみたいな。なるほど。男性は、俺幸せだけど、マンネリなの、うん、俺幸せだけど、うん、何がっていうこのすれ違いがなぜ起こるのかも、デートっていうテーマを通してお話しさせていただきますので、うん、来週もお楽しみに。はい、続いてはこのコーナーです。筋肉は自信に変わる、本日のパンプアップ。さあこのコーナーではヒーローズワークアウト、パーソナルトレーナー高田博之が初心者の方が聞いても分かりやすく理解できるようにお伝えします。さあ今回のテーマはこちら、優先的に鍛えるビッグ3です。おお、ビッグ3、ビッグ3です。なんかビッグ3っていうだけでもすごそう、うん、すごそうでしょ、うん、ビッグ3と教えてください。はい、優先的に鍛えるビッグ3なんですけども、うん、ビッグ3とは何か、うんうん、簡単に言うと、うん、めちゃくちゃ簡単に言います。3V、うん、場所のことね、簡単に言うと場所のこと、うんうん、はい、ビッグ3、大きい筋肉のビッグ3とはどことどことどこでしょうか。絶対に大きいって思うのは、はい、太もも。太もも、いいですね。トレーニングしてて、うん、もう疲
れが半端ないもんね、太ももやった時の疲れ、うん、やばいよね。それで、うん、あすごい消耗してんのかなっていう。なるほど。私の中で太もも、お尻、うん、お尻かな、お尻、うん、あと背中、背中かな。ビッグ3。私はやっぱり、うん、でも自分で体感で思うのは太ももだけしか大きいって感じれない。なるほど。他大きいところあるかは分かんない。なるほど、うん、いい答えですね。いい答えですか。いいとこ言ってますね。二頭筋、みんなが鍛えるから。二頭筋、力こぶのところ、うん、腕ね、なんかのところ。女性はあんま分かんないよ、うん、女性は私は太ももしか意識したことないから、うんうん、男性のビッグ3分かんない。なるほど。さあビッグ3というのは男性女性ともにこの部分というふうに言われてます、うん、胸。あ、胸も。胸の筋肉。女子も。え、そうなの。そうです。胸に筋肉ってある。あるんですよ、実は。あるんですよ。ある。あります、あります。さあ続いて背中。少しはあると思うけどさ。あるんですよ。背中。やっぱり女子も。女子もです。背中も。あ、意識してないな。背中も大きく分けると2つなんだけど、うん、上の部分と下の部分、うん、背中の、うん、でその中で、うん、大きい筋肉と言われてるのは背中の下の部分がでかいというふうに言われてる、うん、いや、あんまりさ背中の上とか下って言われても、うん、分からんでしょ。分かんないかもしれない、うん、あのヒーローさんとか、うん、このボディービルダーとか、うん、筋肉鍛えてる人の背中は大きいから分かるよ、うん、こう客観的に見て、うん、でも自分の背中の上と下ってどれみたいな、ね、分かんない。さあ続いてふーたんが言ったみたいにね、足。足でしょ、やっぱ太もも。太ももやばいと思う。太ももなんです。私、うん、太もも鍛えるの今ハマってて、うんうんうん、日本人の女性は多分太ももって細く細くしたいと思うんだけど、うんうん、いや私はね筋肉太ももつけてね、うんうん、太ももの筋肉があっての膝下が細かったら足が長く見えるわけ。素晴らしい。馬みたいな、はいはいはい、馬みたいな、こう、はいはいはい、キュッと、ね、太ももはしっかりしてて、うん、ふくらはぎからキュッと細い、ね、足首細いっていうのがもう一番かっこいいくないみたいな。馬の足ね、みたいな、かっこいいね、うん、かっこいいと思ってて、だから太ももの筋肉を私今つけたい。なるほど。さあ、ビッグ3と言われているのが胸、背中の下の部分、そして足、太ももですね、前と後ろ、うん、英語で言うとチェストで、背中はアッパーもしくはロー、バック。あ、そして太もも、足全体はレッグスと言います。さあ太ももは前、後ろ、外側、内側、うん、4方向、すごい鍛えると。すごい。その中でも4方向、太ももってさ、うん、全体のさ、うん、体全体の4割、4割約4割を占めてます。筋肉4割もほぼ半分占めてるということです。じゃあ右太ももで2割。2割。うわ、すごい。左太ももで2割。あ、すごい。だから太ももとか足を鍛えないとだんだんね、筋肉が衰えてきたら立てなくなったり歩けなくなったりするのがそこ。いや、じゃあやっぱ太もも鍛えるってさ、太ももは鍛えた方がいいです。若さの秘訣だ。素晴らしい。若さの秘訣でございます。と、さあではなぜ優先的に鍛えた方がいいのか、この3つを、うん、なぜだと思いますか。筋肉が大きいってことは、もう全部ヒント、今はもう全部ヒント言ってます。なんだろう。筋肉がまず大きい、代謝が上がって痩せやすくなる。素晴らしい、正解。筋肉が大きいと、その大きい筋肉を動かすと、うん、基礎代謝がバッて体の中の熱、要は体の中の消費するエネルギーを燃やす力がバーって高まると、全体的にエネルギー、基礎代謝がバーって上がるので、うん、食べた、うん、よくみんながね気にされてるカロリーとか、はい、食べたものを消費する力が上がるということです、うん、じゃあ痩せやすい。素晴らしい。痩せやすい&言い方を変えれば太りにくいってことです。おー、やろ、太ももやるぞ。そして大きい筋肉、胸、背中、女性の場合はプラスアルファでお尻、そして太ももを鍛えるとメリハリなボディメイクができるということです。確かに、はい、さあ、すごさあこの胸も筋肉あるんだ。胸も筋肉あるんですよ。さあ、少し余談ですけど、これ余談で聞いててね、うん、よく女性の皆さんはバストの大きさ、うんね、バストそのものの大きさを大きくしたいっていうふうに言われてる方、僕も結構相談を受けるんですが、うん、残念ながらバストのそのものの大きさを筋トレで大きくするっていうのは、
ほぼ不可能に近いですが、はい、バストの位置を上げることは可能です。あー、でもバストの位置上げたい。上げたいでしょ。バストの位置が上がれば、うん、なんか若い20代の胸、素晴らしい、30代40代で50代ってどんどん下に下がっていくイメージだから、重力ね、下がっていくからね。そう、重力でね、うん、こう上に上げたいよね。そう、上に上げる、上げ、そうそう、下に下がらないように上に上げることは可能、うんうん、そこを胸を鍛えれば上がるよって話。それいいな。プラスいいアルファ、もう一つ、お尻、うん、下がりたくないですよね、重力で。あ、やだ。これもお尻も上に引き上げることも可能なんです。お尻が上にプリッと上がってたら、うんうんうん、後ろから見た時に年齢ごまかせるよね、うん、そうだね私も太ももとお尻一生懸命だけど、やっぱ40代なんですが、うん、やっぱ30代ぐらいに見られたいなっていう。さすがにもう20代はないけど、30代ぐらいには見られたいなって思います。いや、お尻のね、ある部分を鍛えたらいつまでも若々しくボディメイク、うん、ボディを保てる秘訣があります。それがボディメイク。ジムに行って全部鍛えようっていう風に感じで頑張ってダイエットするんだってことで、それこそね、1時間2時間3時間行って体全体鍛えて、はい、ふうふうふうって、ね、だん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 疲れが溜まって続かない、そういった方いらっしゃるんではないでしょうか。さあ、ボディメイクの観点、メリハリのあるボディメイクの観点からすると、うん、全部鍛える必要はないですよっていうお話です。で、目的、ダイエットや体脂肪を減らしたいという目的ならば、このビッグ3から鍛えてください。その優先的に鍛えるビッグ3は胸、背中、足でございます。特に早く体脂肪を減らしたいなら、足、太ももから鍛えるのがおすすめですというお話でした。はい、以上、筋肉は自信に変わる、今週のパンプアップのコーナーでした。イエーイ。ということで、このままエンディングです。さあ、いかがだったでしょう。あっという間ですね。いや、この話聞いてたやっぱりさ、うん、太もも、うん、なんかね、うん、太ももに筋肉ついたら、うん、からなんていうの、疲れにくくなったわけ。なるほど。前は階段登るだけでも息はーはーして、2階に上がるだけでももう階段嫌だったけど、うん、今はひょい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 だし、うん、例えば遠出しても、うん、旅行でもいいけど、うん、遠出して歩いても、うん、沖縄だから、うん、車の社会だから、うん、私は全然歩かない人だったんだけど、うん、もうね、東京行ってもどこ行っても電車乗ってすっごい歩くでしょ、うん、県外、うん、それでも全然体力残ってる。すごいでしょ。めっちゃ体力ついたよね。ついた。すごい。ヒーローさんと結婚して、うん、その時体力なかったでしょ。そうだね。ヒーローさんと結婚して毎日が合宿って私言ってるんだけど食事から筋トレから体調悪いって言ったら、汗かいたら体調良くなりますよ、走りに行きましょうみたいな。アスリートの世界ようこそみたいなということで、来週もこの夫婦でお届けしますので、はい、お楽しみに。いや、楽しみですな。大人の恋愛相談室、この番組は限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、お客様に楽しんでいただけますように、カラオケスナックももこ、 EMC 区の琉球卵、諸見里ポートリー、友達は宝だ宝パーティー、株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。抱きしめた、まだ言えない傷さえ心地よく感じた。 Magic Love I gotta change my life。 Magic Love 鮮やかに。 Magic Love I gotta change my life。